ここ昔からこの先には行けないのよね。何があるか気になるんだよな。すっごい財宝が眠ってるとか、とんでもない魔物が封印されてるとか、いろんな噂があるけど、俺としては世界の秘密が隠されているとかだと熱いな。ほんと好きよね、そういうの。まあ今は気にせず先を急ぎましょう。あ、そうだな。みんな戦闘準備して。ぬおーぬおー、よかった。やめて。みんな気をつけて。ついてるんだじ。ああ、様子がおかしい。いつものレイチェと雰囲気が違う。あなた、どうして人間なんかと一緒にいるの？人間なんかって、ミオよ？忘れちゃったの？覚えてるわよ！バカにしないでよ！でも、人間は人間でしょ？それとも、人間を味方にしたの？八方美人のリディアちゃんね。私分かってるんだから。どうせ人間と一緒に私をいじめに来たんでしょう。何言ってるのレイチェ、話を聞いて。どうせ私のことなんか。やっぱりレイチェもおかしくなっちゃったのか。どうすればレイチェを元に戻せるんだ。これはまたネガティブな方向におかしくなってるんだじ。ま、攻撃的になられるよりマシだと思うんだじょ。こんなレイチ、レイチじゃないわよ。早く元に戻してあげなくちゃ。どうするんだじ。それは、でも私がレイチを助けなくちゃ。一体誰が。それだ。レイチを救えるのは君しかいない。え、どういうこと。君のレイチを思う気持ちをドカーンとぶつければあんなネガティブぶっ飛ばせるさ。よくあるだろう、夕日の丘で拳と拳を交えて語り合うってやつだよ。いや、それはちょっと違うと思うよ。ともかくレイチを救えるのは親友の君しかいないんだ。君たちの友情が今試される。ちょっと適当なこと言わないでよ。真面目にやって。じゃあ他にいい案があるのか。話し合い。もう今のリーチは話を聞いてくれる感じじゃないし。ひどいわリディアちゃん。やっぱり私をいじめに来たのね。違うってば。でも私だっていつまでも弱い私じゃないんですから。やめてレイチ。
いつものレチェに戻ってくれ。ザメるぞ。私の出番ね。この、見てて。これでおしまいよ。興奮するぜ。ごめんなさい。こんなのって。もう限界だ。すごい、何これ。逃がさない。ピューピュー。ごめんね、やめて。逃げてきたんだち。うわ、すごいの行くわよ。熱き何かがたぎるんだぜ。お願い、元のレッチェに戻って。元の私、あんたたちの顔色を伺ってニコニコしてる私のこと。え、ミリアちゃんはいつもそうよ。優しいふりして親切なこと言って、本当は私を笑ってるんだ。私をバカにして笑ってるんでしょ。ミリアちゃんがいなくちゃ何もできない。クズでのままなレーチェって。いつまでも偽善ずらしてないで本性出しなさいよ。あんたなんか大嫌い。レーチェ、リリア、レーチェはおかしくなってるだけだ。それは彼女の本心じゃない。レーチェが一番の親友にそんなこと言うわけないじゃないか。そうね、そうだよね。か、もう我慢できないんだ。え、お、限界なんだぞ。吹き出るぜ。なんなのこれ。体が動かない。レーチェ。いいよ、お前の子猫ちゃんの友情に訴える作戦、いい案だったんだぜ。でも、それだけじゃ足りないんだお。足りない？それは、お前の熱いほとばしりだお。子猫ちゃんの友情と、お前のモンスター娘を救いたいという情熱が、モンスター娘、そして世界を救う鍵なんだお。俺の情熱。いつだって世界を救うのは愛なんだぜ。うわ、かゆっ。お前も同じようなこと言ってたんだじょ。でも、どうすればいいんだ。俺もレーチェと戦うのか。子猫ちゃんがしびれて動けない間に、お前の熱いほとばしりをぶつけるんだじょ。その先は、その都度説明してやるんだじ。わかった、行くぞ。子猫ちゃん、thank you.
私だってやるときはやるんです。なんだか変な感じが。私には興味がないんですか？やめないでください。そこはそんなつまみ方。うまくいったみたいだな。あの変な印も消えたし。おお、勢いでやってみろとか言ったけど、まさか本当に戻るなんて。勢いだけだったのかよ。でもこれでモンスター娘は元に戻せるって分かったじゃない。他のモンスター娘も助けられるわね。ああ私今まで。どうしたんだジョー。どうしたの。落ち着いて。お願い忘れて。 あんなの本当の私じゃありませんからね。助けに来てくれたのに私なんてひどいことを。しかもミリアちゃんは大嫌いなんて。あんなの嘘ですからね。おかしくなってたんでしょ。大丈夫、分かってるからね。おかしくなっていた時の記憶はあるのか。それは恥ずかしい。あのね、ちょっと聞きたいんだけど、どうして人間を敵だって思うようになっちゃったの。きっかけとか覚えてる。はっきりとは覚えていないけど、突然人間のせいで世界がおかしくなったって思うようになって、それで気持ちもどんどん暗くなって、他のモンスター娘もそうだって言うから人間に嫌悪感を抱くようになって、もう生理的に受け付けないって。あれだけ仲良くしていたのにおかしいですよね。そっか。顔色悪いけど大丈夫か。はい、今はもう大丈夫です。大丈夫に見えないんだな。あのさ、レイチも元に戻ったし、一旦町に帰らないか。私もそうしたいけど、でも大丈夫かな。長老のことだから、世界全部平和に戻すまでダメだとか平気で言いそう。話も聞いてくれないだろうな。こっそり帰るとか。今までもそんな感じで戻ってたんだけど。あ、そうだ、こういうのはどうでしょうか。宿屋さんに泊まるんです。で、何か言われたら、私は町の住人ではなく旅人ですって言うんですよ。旅の途中でどの町に行こうが、どの宿屋さんに泊まろうが、旅人の自由じゃないですか。そのヘリク…あ、いや、いいよ。そういうのはどこで覚えてきたのかな。エリアリーダーがよくこういう面白い冗談を教えてくれる方なんですよ。そんな感じで大丈夫かな。まあ、提案ではあるんだじ。じゃあ、基本こっそりで、見つかった時はそんな感じってことで。いいえ、私にできることなら何でも言ってくださいね。
私に任せて頑張ります。いきなりごめん、驚いたよな。これからどうなっちゃうんですか、ウロ。へっへっへ、どうなっちゃうんだじ。キュー、ちょっとオットンは黙ってて。キュー、私たち世界を救いたいの。よければあなたも仲間になってくれない？世界を救う、僕を仲間に。かっこいいですほら。でも僕弱虫だし。さっきの戦いっぷりを見てたら全然そんなことないと思うけど。だよな。僕でもお役に立てるですか、オロ。もちろん。俺たちに力を貸してくれないか。はい。おお、センキューなんだぜ。素直そうな子でよかったわね。こういう子なら俺も緊張せずに話せそうだ。それ以前にこんな小さい子には緊張しないでほしいわ。さすがに。覚悟して、覚悟。
もらいました。ちょっと休もうよ。まったく、どうしようもないわね、イオは。いや、ほら、見慣れない景色で疲れたっていうか。だからそれをどうにかするためにこうしてるんでしょ。そうだけど、イオは軟弱男子なんだじ。でもあれこれ怒って疲れるのも無理ないんだじょ。俺が水でも汲んできてやるから、それまで休憩してるんだじ。ああ、ありがとう。案内しますね。そうだ、二人に迷惑をかけたお詫びに新作のだしティーをご馳走させて。合わせだしの鰹節と煮干しの配分を変えてみたのよ。うん、ありがとう。はい、それじゃあオットーさんを案内してきますね。だしティー、レンチェ、本当に元に戻ったんだな。まだまともなモンスター娘がいたのね。ごきげんよう。印のついていないモンスター娘に会うなんて初めてよ、私以外は。だけどあなたもおかしくならなかったモンスター娘なのね。ええ、そうよ。そこの人間さんも襲わないから安心して。町の外にも無事なモンスター娘がいたんだな。よかった、一人でも無事なモンスター娘がいてくれて。ねえ、あなた、どこかで知り合い。ううん、知らない子よ多分。ごめんなさい、知り合いに似ていたものだから。ご挨拶が遅れたわ。私はココ、よろしくね。ああ、俺はいいよ。で、こっちがリリアよ、よろしく。それで、町って何？他にもおかしくなってないモンスター娘がいるの？ああ、俺たちの町にいるモンスター娘たちは今まで通りなんだよ。どうしてなのかしら。それに、おかしくなったモンスター娘を元に戻す方法もわかったんだ。本当？正常なる布以外にモンスター娘を元に戻せる方法があるの？ああ、友達を助けたんだけど。正常なる布って？私は世界を救うアイテムを探しているのよ。それが正常なる布なの。それを伝説のモンスター娘、つまりこのモンストピアの創造者にまとわせることができれば、彼女は正気を取り戻し、この天変地異は収まるのよ。にわかには信じられない話ね。なるほどな。信じるの？戦うよりアイテム集めの方が安全だし、俺向きだなって思って。最強武器ゲットしてから安心安全にラスボスに挑む、これ常識。そうだろ？どこの常識？ヒロエクサーガの読みすぎよ。そして俺は世界の危機とモンスター娘を救い、様々な人が拍手と歓声で歓迎する中、街に凱旋するんだ。ここ、その話もうちょっと詳しく。あれ、イオの話が長いから言っちゃったみたいよ。待たせたんだ。お待たせしました、今作りますからね、ダシティ。それはちょっと置いといて、
俺の話を聞いてくれ。はい。あのね、今私たち以外に無事なモンスター娘と出会ったので、彼女から世界を救うアイテム、正常なる布の話を聞いたんだ。それがあれば世界を救えるんですか？正常なる布を伝説のモンスター娘にまとわせればって言ってたな。俺たちもそのアイテムを探してみないか？なるほど、それはきっと究極のパンティーに違いないんだお。は？え、パンツ？はあ？世界を救うアイテムだぞ。そんなんであってたまるか？そうよ、パンツだなんて何言ってるの？すっごいアイテムなのよ、きっと。具体例が出ないんだな。いやいや、パンティーだろう。男なら期待すべきなんだぜ。だから違うと思う。とにかく俺に同意を求められても困る。なんでそんなにパンツにこだわるんだよ。なぜ俺がこだわるかって、そんなの決まっているじゃないか。ああ、パンツ集めが趣味なんだもんね。そう、覚えててくれて嬉しいんだじょ。別に覚えたくて覚えてたわけじゃないけどね。ここまで来るともう尊敬されるべき変態かもしれない。俺はアイテム探し大賛成なんだじ。その究極のパンティー、ぜひ一目拝みたいんだじょ。あ、私もそれいいと思います。漠然と世界を救う旅より目標がある方がいいですよね。そうか、じゃあそんな感じで。アイテム探しはともかく、イオがやる気になっただけマシかな。なんか来たわ。カノコケ、始めます。すごいですわら。見てて。どうだった？頑張ります。どうだった？少し強くなりました。